代理とは、古代都の城の宮城における天皇の指摘区域のこと、御所、近利、大内などの意象がある。都の城の北辺中央に、官庁区画である宮城があり、宮城内部に、天皇の指摘な在所である代理があった。平安京内裏津平安京の北辺には、宮城である平安宮があり、その内部の中央東よりに、 南北約300メートル、東西約200メートルの代理が存在した。その場所は、現在の京都市上京区下立売通り土屋町の付近である。代理は、宮城の中央清張である、町道院の北側に位置し、周囲を築地に囲まれ、その内部は北側に高級、南側に天皇の政務所である、湿神殿や、日常生活の中心地である清涼殿などがあった。 平安京内裏は天徳4年9月23日の火災で全焼した後、幾度も火災に見舞われ、やがて、里代理が現れてくると天皇は、もっぱらそちらに上住するようになり、代理の意義は低下してくる。平安宮の代理は、鎌倉時代に消防した後再建されることはなく、南北朝以後は、代理の東に位置する里代理であった、土見門東道院殿が御所となり、 近世になってその内域に、四神殿、清涼殿などが復元された。現在の京都御書がこれである。意味が転じて、皇室を表す用語としても使用される。ルイス・フロイスはその著書、日本史の中で天皇を代理と表記しており、当時、天皇を表す古称として使用されていたことがわかる。ありがとうございます。